なんで俺なんで俺今日は待ちに待ったロケ地目待ちに待ったイエーイ49話分いろんなところをロケしたわけですが、そのロケしたところのところどころ、ね、見ていこうと いうことです。イエーイやったやったはい、行きましょう。よろしくね。よろしくお願いします。はい。マモちゃんなら多分。ここね。実はごく最近来てる。ね、ごく最近ね、来たね。もう、結構ここは思い出深い場所だね。おっと。ああ懐かしい。なんでいるんですか？懐かしい顔が。さあ、今ここで思い出に浸ってるわけです。いやだから、うん、これをね、ここきっちりここにつけて。やり直そうかなとかね、もしもう一回もう一回やってみようかな。うわ、あ、これ重いね。どうも、お久しぶりです。お久しぶりです。ちょっと痩せたんじゃん。痩せましたね。なんていうのかな。痩せましたね。痩せたね。ですよね。綺麗になったとか言ってました。綺麗になった、綺麗になった。ありがとうございます。綺麗になったね。なんでここ選んだんですか？え？なんでここ選んだんですか？あの、この場所をロケ場所としてなんで選んだの？そう、一番最初じゃないですか？そうそうそう、はい、なんかあの、通学路ってシーンだったじゃない、はい、で、通学路って多分シリーズの中にも何回か出てくるのかなと思って、この橋を見れば、そのお客さん、視聴者の人がすぐ、あ、学校の帰りだなって分かるように印象つけたかった。多分シリーズの中に何回も出てくるな。見れば分かりますよね、これ道。もうね、分かるよね。そっか、なるほど。1話と2話、たまたまいろんなものの出会いが全部ここだったじゃないですか。そうですね。あのルナとウサギもそうだし、うん、ルナとアミちゃんもそうだし。そう、で、レイちゃんもここなんですよ。そのあとも。あ、そっかそっか。みんなでも猫として扱わないんですよ。なんで本当に人形みたいな、こうやって普通だったら、こうやって帰っていくの。みんなもこんな感じ。あの頃は CG が多かったよね。いいよね、話してたね。いつもくねくね動いてたね。くねくねね、いつもね、動いてたの。柔らかい動きだったのに。最近はかなり、まあ、あの頃ね、渋谷くんも CG じゃないかひどい、ひどい。そう、じゃあここで第2話の再現再現する再現するのか再現じゃないのか。2話のマモちゃんとのこう使ったこう何かをしたいと思います。何かをしたい。それは佐々木監督の方に指示に従い、まあ、なんか懐かしいですね、佐々木監督の監督の姿。じゃあ私どっちから行く？私はこっちから行く。私がルナを持って。じゃあ俺がこっちから行く。うわっ、モデルもどき、よそ見して歩くな。そっちこそ。用意、はい。たまに入ったら勝ちだね。面白い。あ、モデルもどき。その後、アミちゃん。あ、違う違う。その後ね、確かにルナがヨーマンの匂いだったね。あ、そうだ、それでえってなったりして、で、あそこ入ってで、あそこ入ってくときにその前に、その変身するのがあるなんですね。そこはないない、ない、チョキチョキチョキ。今、どこに行くんでしょうか？さあ、どこでしょう？楽しみに。楽しみに。はい、行こう。降っております。雨男
マモちゃんのせいでこれだよ。あれ生まれました。いつも大きい。生まれました。ふれあい橋っていう名前でした。そうなんだ。あ、ここで走った。ここ走ってたの。走った。そうだよ。ちょうどこの辺じゃない？俺の偽物を助けてくれたらしいな。タキシード仮面。で走っていかないと。タキシード仮面消えられないんですもんね。エンディミオンとかこうバサッとかそう歩いてシュッて消えて普通の人だからということで、じゃあ次は、あなんかまとめだとさ、いきなり次じゃなくて、なんかこうもうちょっとこの場所に対してのまとめがあって、あ、いや、一回きりの場所でした。一回きりのね。次はある場所です。ちゃんと今次は知ってるんだけど言わないでおいてお楽しみにしてます、はい、次はそんなとこまで行っちゃうのっていう、そう、そんなとこまで行っちゃうの的ですけど、なんか私的には一番こう真央ちゃんとの思い出が詰まってるところかなって思います。これもある意味ね、思い出がありますよある意味ってどういう意味よ。ここにはいないけど、田崎とっても恐ろしい方でしたよ。あ、でも最初はね、そういうイメージになっちゃう。でも、なんかそこまで怒られましたっけ？ですよね。なんで、私的にはなんか本当にお父さん的に。ズーラ君が最初にセーラームーンやるときにナンバー8に見学とそのみんなに挨拶に来たの。その時にまあ、ライダーとかで一緒にやってた田崎が「オラ！」とか言って声を荒げてて「あざみ来たな！」って言って、それはびっくりしましたって言われたんすよ。だからみゆちゃんとけいちゃんはすごい怖がってたんですよ。あ、そう、けいちゃんそうだよ、最初言ってたもん。その二人が本当に怖くて、久しぶりに田崎さん来るんだって言ったら、うん、え、私怒られるよ。マルさん、マルチな感じ、マルチな感じ、マルチな感じ、撮り方、撮り方がよく言いますよね、マルチのドラマ。本人がマルチタレントって撮影ドラマやってた。あ、なるほど。あとは一番穏やかな感じ。的には
悪い役をやりたいですやっぱり。悪い役。本当に悪とかやりたいな。日常的なドラマだったら悪い人ぐらいだから悪っていうのはちょっと。そうそう悪い人。また戦うことになっちゃう。そうだね。悪って。悪い普通のドラマで何って言うわーって言って学園物ね学園物ね学園物ね何をあんた見せてうわーナパームがナパームがダーンって映画がやりたい新しいデートがあってすごい懐かしいとかじゃないんですけどだけどなんかこう思い出の地として多分見てる人たちはここってっていうモノローグが入ると思うここってなんかねどっかの民家のねこのブロックが近くなってるとここの辺ここだここであの木を見た。そして、うん、それでここってってやった。やった。そうだよ。ここなんかしばらくのうちにいろいろ恐竜してるよ。だよね。もっと綺麗だったの。いろいろ恐竜してる。なんか浮いてない？いっぱい。あ、なんか人いるんだ。あれ人。人は釣ってるの？今日のテーマだから。今日の俺のテーマもうちょっと可愛がって思ってあげてくんない今日のテーマうん、だまたここに来るとはね海入ってきなよ入ってきなよ泳げないからあ、そうなんだそう、二人とも水泳が苦手二人の共通点、そこなんですよ唯一とか水泳が苦手唯一とか寂しいこと言わないでダメでもあんまがっかりすんなよ。言ったのはここら辺ですよ。ここら辺、そうそう。これどうすね。ああはーい。そっかー。大体この辺でしょ。でも本当でもここって二人の場所じゃない？そうだよ。他の人来たことないよ。あいたじゃん。あゾイとくんが来た。けどなんか本当。あのはしゃいでる二人を見て、そうゾイさんとかマスター。マスター言ってた、うん、でも本当にだから前山さんに会えた時にやっぱ2人の思い出ってさここかなーってそうだねあ一番、うん、やっぱ他の人も思い出に重なっていくじゃんそうだね他の場所ってやっぱりここって唯一だね唯一本当に2人でやったなーって感じがするからあれってやってたんですさんともう彼氏役というか相手役をやってこれるのはもうないと思うんですよねこれから先十何年とか何十年経っちゃったら別ですけど渋谷さんとの思い出のロケ地はここかなと思ってプロデューサーさんにここにしてもらったわけですどうぞじっくりご覧になってくださいねでも分かる可愛いでしょよしご覧になりたい方は今日来てくださいすごいね今すぐお疲れ様でしたお疲れ様でした